これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー 2-1 サイドワインダーズファーストダウン10、ボールオン自陣38ヤード。ナイスラン、ファーストラン、ナニワック4番ハンドオフから中央突破、セカンドエフォートでファーストラン獲得です。サイドワインダーズランニングバック4番吉川拓也選手のランプレー、ファーストラン獲得です。動画のプレーで10秒の原始ファーストラン獲得、新たに4回の攻撃を終えています。サイドワインダーズ自陣48ヤードから、サイドワインダーズファーストラン10、ボールオン自陣48ヤード。再び中央へのランプレー、キャリア27番、しかしこれはゴールデンファイターズアジャストし1ヤードのゲインで止めております。サイドワインダーズ、ランニングバック27番東選手のランプレー、ゲインは1ヤード。タックルしたのはゴールデンファイターズラインバッター1番プレーナンバー2-3サイドワインダーズ自陣49ヤードからセカンドダウン9です。サイドワインダーズ中央へのプレー、ゲインは約4ヤード。サイドワインダーズランニングバック28番藤本選手のランプレー、4ヤードのゲイン。プレーナンバー 2-4 サイドワインダーズサードダウン5、ボールオン自陣、失礼、相手陣47ヤード。サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで残り5ヤード。あ、伊沢さん行きました。ここでホイッスル。チームタイムアウト。サイドワインダーズ前半1回目。サイドワインダーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは攻撃、双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。サイドワインダーズ前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-4 サイドワインダーズサードダウン5、ボールオン相手陣47ヤード。パスは成功、しかしこれはゴールデンファイターズ45番がジャストしノーゲイン、フォースダウンに変わります。サイドワインダーズクォーターバック18番渡辺選手から、大会の88番西川選手へのパスは成功しましたが、ゴールデンファイターズディフェンスバック45番上野選手のタックルによりゲインはほとんどありませんでした。プレーナンバー 2-5 サイドワインダーズフォースダウン6、ボールオン相手陣48ヤードパントフォーメーションを選択します。ゴールデンファイターズ24番リターン、しかしこれはサイドワインダーズアジャスト、サイドワインゴールデンファイターズ20ヤード付近でゴールデンと攻守交代です。ゴールデンファイターズリターナー24番佐々木選手が約5ヤードリターン、ここで攻守交代です。
プレーナンバー206ゴールデンファイターズファーストダウン10ボールオン自陣19ヤードパス不成功パスインコンプリートクォーターバック0番ワイドレシーバー20番へのパスでしたがこのパスはカバーされパス不成功です。ワイドレシーバー20番山田選手へのパスでしたがこのパスは不成功ボールは元の位置に戻されます。ダウンは進んでセカンドダウンの攻撃プレーナンバー207ゴールデンファイターズセカンドダウン10不成功クォーターバック0番再び20番へのロングパスしかしこのパスオーバースローサーダンに変わります。攻撃でパスを投げましたが不成功プレーナンバー208ゴールデンファイターズ自陣19ヤードからサーダウン10ゴールデンファイターズサーダウンクォーターバック0番ランニーバック23番のスクリーンパスを転びましたがこのパスは浮いておりキャッチはしましたがゲインはしておりません。フォースダウンと変わります。ダウンはフォースダウンに変わります。プレーナンバー209ゴールデンファイターズ自陣19ヤードからフォースダウン10パントフォーメーションを選択パンター22番サイドワインドズリターン28番タッチアウトパントリターン28番このパントをキャッチし相手タックルをかいくるように右オープン展開そのままエンドゾーンに走り込みタッチアサイドワイダーズ6点獲得パンター22番工藤選手のパントサイドワイダーズリターナー28番藤本博文選手がそのままゴールまで55ヤードを走り切りタッチダウンプレーナンバー20サイドワイダーズトライフォーポイントタッチダウンの後のワンプレーですキックですと1点ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点入りますキックによる1点を狙いますキッカー12番このキックは失敗6点止まりサイドワインダーズ6点ゴールデンファイターズ0点サイドワインダーズトラフォーポイントキックは成功しかし先ほどのタッチダウンでサイドワインダーズ6点の先制です。プレーナンバー2-11サイドワインダーズキックオフキッカー12は先ほど得点を挙げたサイドワインダーズのキックオフで試合再開です。ゴールデンファイターズリターンリターナー9番自陣30ヤードを超えたところでアウトオブバーンズここからサイドワインダーズの攻撃となります。しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。
ピード上に黄色いマーカーが飛びますと反則が発生したことを意味します。キッキングチームの反則です。オフサイド、ボールを蹴るよりも先に前に出ました。この場合リターンチームはボールを、リターンしたところから5ヤード進んだところの攻撃権を選ぶか、5ヤード下がっての蹴り直しか、自陣35ヤードからの攻撃を選べます。キックオフのオフサイドライダーズ5番、5ヤードのペナルティーは何円で行われますゴールデンファイターズ、リターンしたところから5ヤード前進したところからの攻撃権を選択しました。キッカーよりも先にキックを蹴る前にキッキングガード選手が前に出ていたという反則です。プレーナンバー2の11ゴールデンファイターズファーストアンテン、ボールを自陣37ヤードです。自陣37ヤードからバースターン権、ラニーバック9番左オープン展開、しかしこれはサイドワインダーズナイスディフェンス、約3ヤードのロスです。ゴールデンファイターズラニーバック9番多田選手左のオープンをつきましたが、サイドワインダーズディフェンスバック17番篠田良也選手がタックル、3ヤードのロスを奪っています。ゴールデンファイターズセカンドダウン、プレーナンバー2の13ゴールデンファイターズセカンドダウン13、ボールオン自陣34ヤード。パス不成功。クォーターバック0番ロングパス、ターゲット7番、しかしオーバースロー、サードに変わります。ゴールデンファイターズセカンドダウンの攻撃はパスを投げましたが不成功。プレーナンバー2の14ゴールデンファイターズサードダウン13、ボールオン自陣34ヤード、ゴールデンファイターズサードダウン、ファーストダウン獲得まで13ヤード。パス不成功、パスインコンピ、再びロングパス、ターゲット87番、しかしこれもオーバースロー、フォースダウンに変わります。サンダーの攻撃はパス不成功、ダウンはフォースダウンに変わります。プレーナンバー2の15ゴールデンファイターズフォースダウン13、パントフォーメーション、パンター22番、このパントはサイドワインダーズ陣30ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。ゴールデンファイターズパンター22番工藤選手のパントにより攻撃権はサイドワインダーズに変わっています。プレーナンバー2の16サイドワインダーズファーストダウン点、ボールオン自陣30ヤード、4回の攻撃開始、ファーストダウン点。中央へのランプレー、キャリア27番セカンドエフォートで約5ヤードゲイン。サイドワインダーズランニングバック27番東直樹選手のランプレー、ゲインは5ヤード。プレーナンバー2の17サイドワインダーズセカンドダウン5、ボールオン自陣35ヤード、サイドワインダーズセカンドダウン5、
キュービーさん、クォーターバック18番ロングパスを投じようとしましたが、これをゴールデンファイターズ57番がキュービーサック。57番ディフェンスラインコオロギ正嗣選手がキュービーサック。6ヤードのロスを奪っています。サイドワインダーズサードダウン、ファーストダウン獲得まで11ヤード。ここでホイッスル。レフリータイムアウト、レフリータイムアウト、ウォーターブレイク。ここでウォーターブレイクです。ここで選手の水分補給のためのウォータータイムアウトが取られます。試合再開です。サイドワインダーズサイドワインダーズサードダウン11、ボールオン自陣29ヤード。パス不成功。クォーターバック18番ロングパス、ターゲット24番、しかしオーバースローでパス不成功、フォースダウンに変わります。ダウンはフォースダウンに変わります。プレーナンバー2-19、サイドワインダーズフォースダウン11、パントフォーメーションを選択します。パンター12番、ゴールデンファイターズ24番リターン、しかしカバーされており、ゴールデンファイターズ陣30ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。サイドワインダーズフォースダウンはパントを選択、パンター12番泉山選手のパント、ゴールデンファイターズリターナー24番佐々木選手が約5ヤードリターン。タックルしたのはサイドワインダーズ29番奥村選手でした。プレーナンバー2-20ゴールデンファイターズファーストダウン10、攻撃権はゴールデンファイターズ、ボールオン自陣33ヤード。中央へのアンプレー、しかしここでボールをファンブル。ファンブルをしたボールを抑えたのはサイドワインダーズ、したがって攻守交代です。ターンオーバー、ゴールデンファイターズランプレー中にボールをファンブル。ランプレー中にサイドワインダーズディフェンスバック17番柴田選手のタックルを受けボールをファンブル。ファンブルしたボールを抑えましたのがサイドワインダーズ27番、木村選手でしたので、攻撃権はサイドワインダーズに変わります。攻撃権はサイドワインダーズ。敵陣43ヤードからプレーナンバー2-21、サイドワインダーズファーストダウン10、ボールオン相手陣43ヤード。
ーフラッグ、反則が発生しております。反則が発生しています。ファイマーカーが出ています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。パスが宙に浮いている間に相手選手に接触しました。したがって先ほどのインターセプトは無効。むしろ15ヤードのバッタイ。したがってサイドワインダーズファーストダウン10です。レシーバーがボールに触れる前にゴールデンファイターズの選手が妨害したというパスインターフェアの反則。サイドワインダーズプレーナンバー2の22サイドワインダーズファーストダウン10ボールオン相手陣28ヤード。中央へのランプレーゲインは約1ヤードキャリア27番東選手の中央プレー。しかしここはゴールデンファイターズディフェンスの集まりがよくノーゲイン、ゲインはありませんでした。プレーナンバー2の23サイドワインダーズセカンドダウン10ボールオン相手陣28ヤードファースター、クォーターバック18番、プレイアクションからワイドレシーバー24番にパスを通し、ファースダウン獲得です。クォーターバック18番、渡辺明憲選手から、ワイドレシーバー24番、バイスキャプテン、井上拓也選手へのパスが成功。13ヤードをゲインし、ファースダウン獲得です。サイドワイナーズ敵陣14ヤードから4回の攻撃開始ファーストダウン10プレーナンバー2の24サイドワイナーズファーストダウン10ボールオン相手陣14ヤードパス不成功失礼、このパスは後ろパスでした。したがってランプレーとして扱われます。キャリア24番しかしゲインはなく4ヤードのロス。ゴールデンファイターズパスを投げましたが不成功。サイドワインダーズ先ほどのパスはバックパス。プレーナンバー2の25サイドワインダーズ相手陣18ヤードからセカンドダウン14 4ヤードのロス5ヤードのロスランプレーキャリア27番ゲインは約4ヤードバイニングバック27番東選手中央へのランプレー4ヤード近くゲインタックルしたのはゴールデンファイターズラインバッカー49番田中亮選手でした。サイドワインダーズサードダウンファースダウン獲得まで残り11プレーナンバー2の26サイドワインダーズサードダウン11ボールオン相手陣15ヤードゴールデンファイターズナイスです。
ナジバック4番ハンドオフから中央突破を狙いましたが、これをボールデンファイターズの93番が託し、大きくロス。ナジバック選手がボールを持ち中央を突こうとしましたが、ボールデンファイターズディフェンスライン93番藤本義則選手がタックル。プレーナンバー27サイドワインダーズフォースダウン16フィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー12番、キックレングス36ヤード、キックブロック。このキックをゴールデンファイターズブロックしました。しかしイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスは反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入しました。5ヤード抜体。したがってフォースダウンやり直しです。ディフェンス官はゴールデンファイターズにオフサイドの反則。ペナルティは5ヤード。サイドワインダーズは5ヤード前進した地点からフォースダウンをやり直します。プレーナンバー2-28サイドワインダーズフォースダウン11フィールドゴールチョイス、再びフィールドゴールを狙います。キックレングス31ヤード、キッカー12番、キック成功、3点獲得です。サイドワインダーズ9点、ゴールデンファイターズ0点。これをキッカー12番泉山直樹選手が決め、3点を獲得。ゴールデンファイターズ第2クォーター3点を追加しまして、ここまでの得点9点です。プレーナンバー2-29サイドワインダーズキックオフ、先ほど得点を挙げたサイドワインダーズのキックオフで試合再開です。キッカー12番、ゴールデンファイターズリターン、リターナー9番、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ここでファールマーカー、反則が発生しています。この反則は無効です。したがってリターンしました。ゴールデンファイターズ自陣39ヤードからの攻撃と変わります。キッカー12番泉山選手がキープしたボールをゴールデンファイターズリターナー9番から由紀選手が約35ヤードリターン。プレーナンバー2-30ゴールデンファイターズファースト点。試合時間前半残り1分13秒。パス不成功。ここでヒゲのフラッグ、反則が発生しております。反則の発生です。
インテンショナルグラウンディング、パスの不要な投げ捨てです。アメリカンフットボールはターゲットがないところへのパスの投げ捨ては禁止しております。この場合の反則はダウンを1つ失いセカンドダウンとなり5ヤードバッタイとなります。プレーナンバー2-31、ゴールデンファイターズ自陣34ヤードからセカンドダウン15、試合時間前半残り1分4秒。パス不成功、クォーターバック4番再びサイドライン際へのパスでしたが、このパスは外へ出ました。あわやインターセプトでしたが、キャッチしたサイドワインダーズ4番外へ入れておりましたのでパス不成功です。パスが成功でしたのでゲームクロックが止まっています。前半終了まで残り5秒。ナンバー2-32、ゴールデンファイターズサーダウン15、パスが獲得まで19ヤード、ボールオン自陣34ヤード、失礼29ヤードに訂正します。ドロープレー、キャリア25番ゲインはしております。しかしフォースダウン、23番スリーター東条選手の中央プレー。ここでゴールデンファイターズここでサイドワインダーズ2回目のタイムアウトを取りました。サイドワインダーズ前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー2-33、ゴールデンファイターズ自陣37ヤードからフォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。パンター22番タイムアウト終了しまして試合再開です。前半残り時間は45秒。フォースダウン、このパントはサイドワインダーズ陣35ヤード付近でアウトバーンズ、攻守交代です。サイドワインダーズに変わっています。サイドワインダーズ自陣36ヤードからファーストダウン10の攻撃、前半終了まで残り36秒。プレーナンバー2-34、サイドワインダーズ自陣36ヤードからファーストダウン10、中央へのランプレー、ゲインはほとんどなし。キャリア27番、サイドワインダーズランニングバック27番東選手の中央プレー。しかしここはゴールデンファイターズディフェンスライン72番上山選手のタックルが早く、ゲインは1ヤード。ここで前半の時間がなくなりました。ここで前半の終了です。 NFL 日本社会人アメリカンフットボール協会前半終了となりまして、ゴールデンファイターズ0点、サイドワインダーズ9点、サイドワインダーズリードで後半戦に移ります。前半を終了しまして、ここまでの得点